呉一郎が道夜に限って夜半の覚醒を見たるは、道人が従来あまり経験したることなき異常なる出来事なる旨陳述せるが、右はまたたまたまもってその後の睡眠間における無誘状態の存在を指示しおれる一兆候と認めうべき理由あり。しかれどもこの理由を明らかにする以前において必然的に考慮せられざるべからざる一時は、勝手口のつっかえ棒の落ちたる音が呉一郎の第一回の覚醒の原因となりおれるごとく恣意されおることなり、右は呉一郎本人も近く信じおれるがごとくなるも、子は睡眠中の感覚作用と覚醒時の知覚作用と同一視せるより出たる誤解にして、甚だ軽率なる判断なりと認むに躊躇せず。